アーロン・スタンフォードはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1976年、マサチューセッツ州に生まれる。母親は英語教授で、父親は出版業者だった。地元マサチューセッツ州の高校を卒業した後、ニューヨーク州立大学へ進学するも、ニュージャージー州のラトガース大学へ編入学して、同大学を卒業した。 2000年にシガーニー・ウィーバーと共演した低予算映画タッドポルで映画デビュー。翌年にはテレビシリーズサードウォッチの数エピソードへ出演したり、ウディア・レン監督のさよなら、さよならハリウッドやスパイクリー監督の25時などへも出演。その後も順調にキャリアを重ね、ホラー映画サランドラのリメイク作品ヒルズ・ハブ・アイズや、 人気コミックの映画化作品、X-Men に、X-Men、Final Decision などへの出演で知られるようになった。近年では、マギー級主演のテレビドラマシリーズ、ニキータ、ニキータでのレギュラーキャストとして73エピソードへ出演して人気を博したほか、2015年から放送のテレビドラマシリーズ、12モンキーズで人類の未来を変えるため、タイムスリップすることを命じられた。 主人公コールを演じている。ありがとうございます。